1565年より戦闘オーガスティンに掲げられている5本の国旗。左から正常期、アメリカ連合国の国旗、スペインの国旗、ユニオンジャック、南部のバーガンディクロスとなっている。戦闘オーガスティンは、アメリカ合衆国フロリダ州北東部に位置する都市、セントジョンズ軍の軍長所在地である。人口は12,975人。 戦闘オーガスティンは1565年に創設された全米50州に現存する都市としては最も長い歴史を持つ都市である。このような豊かな歴史的背景に加え、フロリダ州の多くの都市同様、1年を通じて温暖で大西洋岸にビーチが広がるため観光都市としての戦闘オーガスティンの人気は高い。戦闘オーガスティンは全米50州で最も古い。 ヨーロッパ人の入植地である。アメリカ領全土で見ても、戦闘オーガスティンより長い歴史を持つのは、プエルトリコの自由連合州と、サンフアンのみである。同志は、ニューメキシコ州の州と、サンタフェやバージニア州、ジェームズタウンより42年も早く創設され、現在に至っている。戦闘オーガスティンは1565年8月28日、スペイン軍減衰。 ペドロメネンデスでアビレスによって建設された。その日がヒッポのアウグスティヌスの命日であったことから、死はこの聖人の名にちなんで、サン・アグスティンと名付けられた。1586年、セント・オーガスティンは、イングランド人、フランシス・ドレークによる攻撃を受けた。1668年には海賊に攻撃され、ほとんどの住民は殺害されてしまった。1七百二年と七百四十年にも、 カロライナ・ジョージア両植民地からのイギリス人による攻撃を受けるが、この時は撃退した。1740年の攻撃は、ジョージア植民地のジェームズ・オグレ・ソープが、ネイティブアメリカンのセミノール族と組んで仕掛けたもので、特に大きかった。1763年、フレンチ・インディアン戦争で、フランスが敗北すると、パリ条約によってフロリダは、イギリスの統治下に置かれた。 セント・オーガスティンの街も同様にイギリス法のもとに統治されるようになった。このため独立戦争下ではセント・オーガスティンはイギリス側の植民地であった。しかし1783年のパリ条約でアメリカ合衆国の独立が承認されるとフロリダは再びスペイン領になった。スペインの統治はフロリダがアメリカ合衆国の順守になった百二十一年まで 続いた。1845年、フロリダ州は連邦27番目の州に昇格した。しかし1861年に南北戦争が開戦すると、フロリダは連邦から離脱し、アメリカ南部連合に加入した。連邦離脱の前日に、州軍は連邦軍を追い出すが、同年3月11日には、戦闘オーガスティンは連邦軍に取り返された。 以後4年間にわたる戦時下において、戦闘オーガスティンは、連邦の占領下にあった。戦争が終結した1865年、フロリダは連邦に再加入した。19世紀後半、鉄道王、不動産王と呼ばれる、実業家ヘンリー・フラッグラーによって、戦闘オーガスティンに鉄道が建設された。鉄道の開通により、戦闘オーガスティンは、富裕層のリゾート地へと変貌した。 この頃に建てられた豪邸や高級ホテルは現在も残っている。これらの建物の中には現在は別の用途に再利用されているものもある。フラックラーは鉄道をさらに南に延伸してフロリダ東海岸の開発を進めた。フラックラーの開発プロジェクトの一つフロリダ東海岸鉄道は1912年にキーウェストまでの全線が開通した。先頭オーガスティンは セントジョンズ郡の海岸沿い中央に位置するセントオーガスティンは北緯29度53分39秒整形81度18分48秒北緯29.894264度整形81.313208度29.894264-81.313208に位置しているニューオーリンズや日本の薬島とほぼ同位度である アメリカ合衆国統計局によると、戦闘オーガスティン市は総面積27.8平方キロメートルである。このうち21.7平方キロメートルが陸地で6.1平方キロメートルが水域である。総面積の21.99%が水域となっている。市はマタンザス川、マトンサスリバーの戦闘オーガスティン入江に位置している。入江は大西洋に通じている。 また、フロリダ州内の多くの都市同様、大西洋岸にはビーチが広がっている。フラッグラー大学以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。基礎データ人、種別人口構成年齢別人口構成世帯と家族収入と、家計、USGATS ATEAL FILES、2010,2000、&1990 2010、19 90, United States Census Bureau。 http://www.census.gov コロンススララッッシシュュスラッシュジオスラッシュ www スラッシュ gaze t t e r <etter> スラッシュ gazet.html 2011年4月23日閲覧ありがとうございます。